今日もいい天気だ。おはようございます、斉藤さん。あ、南さん、おはようございます。今日も水質調査ですか？まあ、そんなとこです。ちょうどよかったです。こちら、宮崎真澄さん。この川の水質を研究している方です。おはようございます、宮崎です。おはようございます、斉藤と申します。宮崎さんっていうと、南さんが先日おっしゃっていた役場の方ですか？そうそう。ん？宮崎真澄さん？そうですよ。何か？ひょっとして、違うか、んなわけないか。あの、もしかして私に何かお話でも？お二人ともなんだかそんな雰囲気なんですけど。実はそうなんです。でもよくわかりましたね、私が今日この時間にここへ来ることが。私たち毎朝この時間くらいにここを散歩するんです。なるほど。それでお話とは？ちょっと長くなるんです。よかったら私の研究室へいらっしゃいませんか？すぐそこにありますから。あはあ。役場の一室です。怪しいところではありません。でも私も調査をしませんと。大丈夫です、今から雨が降りますから。調査はしばらくできません。雨？雨ってこんなに晴れ渡っているのに？はい、あと10分くらいで雨が降り始めますから。そんなバカな。本当です、信じてください。さっさ、とりあえずは研究室へ。お茶でも飲みながら話を聞いてください。でも…じゃあこうしましょう。とりあえず研究室へ行って、雨が降らなければ今日の私たちのお話はなしということで。はあ…その代わり、雨が降りましたらこちらのお話を聞いていただく。それでいかがですか？わかりました。そういうことでしたら、とりあえず。ありがとうございます。では、真澄、斉藤さんと先に行ってて。了解。では斉藤さん、こちらへ。あ、ゆらぎ？あのさ、ウンディーネにね、今から5分後くらいに雨降らせるようにお願いしてくれる？よろしく。まあ、こんな感じなんですよ。斉藤さんにはにわかには信じがたいお話でしょうけど。すみません、お話しいただいたことを少しゆっくりと整理してみたいのですが。もちろん。整理する上での前提として2つ。はい。1つ目の前提ですが、私はお二人とお話をしていて、お二人には全く悪意がないということを実感いたします。つまり、お二人が勘違いでもされてない限りは、お二人のおっしゃることは事実だろうと思うわけです。特に宮崎さんは、私の研究分野では誰でも知っている巧妙な学者さんです。そんな宮崎さんが疑問を持たれるなら、納得するしかありませんよ。この女、そんなに有名なんですか？はい、サインいただきたいくらいです。へえ、マスミ、後で褒めてあげる。二つ目の前提は？はい、実は私も最近、自分が散布しているものが本当に浄化剤なのかという疑問を持ち始めていたところだったのです。そもそも水質浄化剤なら、なぜこれまで密かに散布するように指示されてきたのか。お恥ずかしながら入社したばかりでしたので、そういう矛盾に気づいていなかったのが事実です。なるほど。指導教授が高圧的だったりしません？まあ、よく怒られます。やっぱり。今回依頼されているものについては防護服着用と言われまして。防護服ね。私も不思議に思ったので、
浄化剤に防護服ですか？と先生に問いましたら、濃度の強いものがあるので念のためにというご回答でした。なるほど。そしてその防護服のタイプなのですが、最も防護性の高いものでして。なるほど。こういったわけで、私も気持ちの中にクエスチョンマークが点灯し始めていたのです。ただ、こうは言っても、やはり先ほど話に出ました一点は、どうしても引っかかります。これまで毒物が散布されていたのなら、なぜ水質調査では問題がなかったのか、という点ですね。はい。残念ながらその点は、同じように水質調査をしている私にも、まだ解明できていないことなんですよ。そうとしかお答えようがない。斉藤さん、こう考えていただけますか？はい。斉藤さんも私たちからこのようなことを言われたのでは、次回ドローンで散布するときに何を散布するのかということは絶対に確認しておきたいでしょう。はい、もちろんです。と言いますか、確認しておかねばならない。ならばことは簡単です。確認をしましょう。そういうことになりますね。ただし、あなたが疑いを持っているとか、確認をしようとしているとか、そういったことを他の人に知られてはならない。そうそう。そこが大事ね。わかりました。これまで通り、従順な研究員を装って、密かに探ってみます。いえいえ、そんなスパイみたいなことしなくて大丈夫。え？斉藤さんはいつも通り、第6回目の散布に来てくださればいいのです。は？そして、散布せずに、あなたが持ってきたものをみんなで確認しましょう。ああ、なるほど。もちろんその時は、私の知り合いの専門家や警察も呼んでおきますけどね。一応、危険物の処理をすることになると思いますので。そうですね。それくらいの一大事ですよね。はい。私、捕まっちゃうんでしょうかね。これまでこちらに無届けで散布していた事実はありますから、それについてはちょこっとあるかもしれませんが、それ以外のことは私たちが説明しますので。斉藤さん、この有名人意外にお役所なんかに顔が利くの。大丈夫だから。はい、よろしくお願いします。まあ万が一私たちが間違っていて単なる浄化剤だったとしたら、その時は疑ってごめんなさいってことで。できればその結果になることが望ましいのですが。そうですね。間違っていたら、私はお詫びにお食事にでもご招待いたしますよ。私の妹たち呼んで。いえ、そんな。私、お食事会だとか、そんなものは苦手。妹さん、超美人だよ。お願いします。さてと。では、今後の手はずについて、もう少し話しておきましょうか。雨、まだ止みませんから。